さあ今週もやってまいりました木曜日。おい、はい、今週は4人ですね。先週は多かったですけどね。うん、先週7人でしたもん ね、 ね、やばい、多いですね。最多じゃないですか多分。うん、とりあえずまあ安定の自己紹介からいきますか。安定の、はい、レッドアイの翡翠です。よろしくお願いします。イエーイ。どうも翡翠さん。クラブ葵の陣です。よいしょ。どうぞ。ロミオ&ジュリエットの、あやとです。はい、以上。よいしょ。グイターのなつきです。よいしょ。よいしょ。先週覚えてますね、何したか。先週ね、あの例のね、はいはい、例の黒歴史のお菓子を、黒歴史のお菓子をね、はいはいはい、やりましたやりました。インテキーラでね。インテキーラで。え、何がありましたっけ、お菓子。お菓子、ポテチと、ポテチ、よっちゃんイカ、よっちゃんイカ、メントス、あー、結構落ちてましたね。ブラックサンド、ガム、ブラックサンド、ガムゴミみたいなやつ。あの汚いやつ。ゴミだね。あとなんかしいたけみたいなね。なんかありましたね、なんか。あったあった。謎のキノコがね。あ、危ない危ない危ない。変な香りしましたもんね。うん。危ない香りしかしなかった。しなかったしなかった。え、どうですか。食べてみたけど、その日の営業に何か影響は、はい、全然支障はなかったっす、ね。ああ、なかった。ああ、ならよかった。ただ口の中が若干なんかこうフワーンって変な香りがしてるて。ちょっと口が、口臭が気になる程度で。口臭がすごい気になる。めっちゃ違うですね。絶対隣座れないです、座れない、そこまですごかったっすね。お腹とかは全然大丈夫でした。お腹はもう全然大丈夫ですね。痛くなんなかったり、鍛えられてるんで。何食ってきたって話ですけど。すごいな。今週はこの4人ですかね、多分。そうですね、うん、あと1人増えるかな程度で。すっきりしてますね。うん、前回多すぎたか、本当に4人ベストなんだもん。ベストな人数。なんかもう従業員見せたらもうこんなにこの前出てる見たことないっていう。あ、そうなんだ。すごかったです、反響が良かったと。そうですね、うん、これぐらいがいい。確かに。うん、どうなんすかね、賞味期限切れの、はい、なんか食べ物とか食べたりしたことあります？はいはいはい、ありますよね。全然ありますね。全然、うん、大学生の時一人暮らしで。ああ、あったんですか。ありましたね、マヨネーズ、マヨネーズ。2日3日ならね、全然いけますよね。まあ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 、まあ、1週間になるとちょっときついですよね、うんうん。でも賞味期限であれ、美味しく食べられる期間であって、消費期限だとここまでに食べてくださいっていう。ああ、そう、なるほどなるほど。消費らしいですね。ああ、はあはあはあ。あ、そうなんだ。賞味だったら大丈夫らしいです。分かりやすい分かりやすい。納豆とかね、もうネバネバなくなっちゃいますよ ねトロトロみたいな。なんじゃこりゃみたいになっちゃうけど。なんかな、卵とかも。危ない。1週間ですけど、あれ、2、3週間大丈夫なんですよ。ああ、そうなんですね。加熱すれば大丈夫なんですよね。なんかいや、もともと、なんか、美味しく食べれるんですよ、2、3週間。なんか白身が、うまみ成分に変わるらしくて。そうなんだ。アミノ酸みたいな。卵案外いけるらしいですよ。野菜がよく残るってありますけどね、これからの時期、鍋じゃないですか。まあまあまあ。白菜とか絶対残りますからね。高いですからね。これ言っちゃっていいのかな、なんか、お店に奥底に眠ってあるジュースとかたまにありません？あー、ヤクルトとか、この間、奥底に眠ってあるヤクルトを、これやべえなって、ほこりまみれなんですよね、もう見た感じ。やべえな、飲めるかなってみんな話になって、従業員で見つけて、はいはいはい、で、じゃんけんで負けたやつ飲もうってなって、負けて相当なことしますね。そう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 。男らしい。飲んでみたらすごくてまずかったっすね。クソまずかった。賞味期限切れてたな、バリバリ。1年ぐらい切れてたから。お店にはないですけど、大概寮にはありますよね。寮にある。寮には絶対もう危ない香りするやつ。ああ、いつもやねん。匂いが違いますもんね、飲み物っても。一周ですからね。うん、するわ。つまり、なんか開けてもないのになんか浮いてるやつとかね、ありますもんね。あるある。放置したの。そう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 、あったりするな。すごい匂いしますからね。うん、怖い。浮いてるやつ、浮いてるやつね。
役立つですね。どうも。全然全然全然。潔癖症とかではないです。あれないですね。ないです。全く大丈夫です。もうないですね。みんなないですね。ゴリゴリの運動部だったんで。あ、そうなんですね。お店にいません？潔癖症の人一人いますね。いますよね。が大掃除した時にマスクつけて、はいはい、なんだメガネみたいな、ゴーグルみたいな、ゴーグルみたいなかけてゴム消してトイレ掃除してるやつ。トイレ掃除すんじゃねえお前って。完全装備ですよ。めっちゃゴイゴイっすね。でも潔癖とかやったらもう、まあ、僕らシャンパンコールがお店自体ないんですけど、シャンパンコールとかって結構きついっすよね。結構瓶だとか。そうですよね。最後直面してると。言ってらんないですからね、まあまあ、仕事中。1回でもなんか昔にそのシャンパンコールがあったお店で働いた時に、はいはい、1人だけなんかすごい口臭いやつがいて、うわあいっていう、もうやべっていう、ああはいはいはい、これ嫌やなって思ったから、もう回せないね、回せないやつっすよ、ね、ありましたけどね。そう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 、仕事吸ってると口臭くなりますけどね。ああ、確かにね、タバコとコーヒーがダメらしいですね。ダメらしいですね。なんか歯にヤニがつくみたいな。そう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 、色も変わっちゃうみたいなね、言いますよね。うん、今日お化けいないんだ。お化けはいません。いつもいません。若干お化けっぽく見えますね、画面越しだと。お化けっぽく見えるけどね、映ってるからいつもな。そうですね、うん、なんかね、怖いな。5人目が今日いるかもしれないです。影の5人目がいるかもしれない。汚いもの食べれますかっていうコメント来てますけど。汚いもの、何汚いもの、見た目が悪いのか、ね、見た目が汚いのか、あ、物自体が汚いのかみたいな。うん、どうぞどうぞ、待ってました。どうぞ、おはようございます。ちょっと詰めてください、詰めてください。いやー、木曜日出勤です。帽子組一緒だ。一緒一緒。そう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 、汚いものか。お、小さいイケメンありがとう。イエイ。ひじき遅刻しやがったら来てるよ。アンチコメント来てるよ。すいません、相変わらず安定の。何してたって。いや、気づいたらですね。はいはい。気づいたら、時間が起きる時間だった。はい、おっと、寝ちゃってたパターンですね。はいはい。真面目な回答ありがとうございます。遅刻は一気だぞって言ってました。本当だ、遅刻は一気だぞ。あ、あるよ。今週ね、なんと今週も企画を考えてきました。よいしょ。うん、今週の企画はじゃじゃん、このヤクルト、ヤクルトを、そう、何杯一気飲みできるか。よいしょ、やってみましょう。イエーイ。健康的にね、乳酸菌と。そうそうそう、乳酸菌はね、体にいいからね、腸内を良くするからね。うん、すごいですね、テキーラ混ぜた。テキーラきついって。テキーラを混ぜた。やばいやばい。なんか何杯以上ヤクルト飲めないみたいな、ありましたよね。ありましたね、ありましたね。限界が何杯っていうのが決まってる。28?3 か。23か。すかね、そんぐらいですよね、多分。安定の、まあまあ、安定はね、30本あるんで。うん、やっぱ自分たちはね、ホストって仕事してますから、普段お酒をね、一気飲みする機会が多いですから、はい、それはね、うん、こんな一般の人と比べてね、うん、飲めるでしょうっていう考えなんですけど。ヤクルトなんかにね、負けるはずがないっていう。まあ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 、ヤクルトなんかにね。ノンアルですからね。うん、初戦のアロマジュースですから。ね、まあ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 。初戦ジュースなんで。うん、これはいけるでしょうっていう企画なんですけど。飲みきれないやつはね、ずっとこれ出続けなきゃいけない。売れるまで密着。売れない。永遠にここにいろってなっちゃいますね。ピルク30本ってヤクルト、はい、65入ってるんですけど1本、はいはいはい、単純計算で30本で約2リットルあるんですよ。今じゃあここに2リットル今10本が3つですね。2リットルありますね。よいしょ、約2リットルです。2リットル分、1人で一人で飲む、これ一人で。2リットルを、制限時間とかあるんですか。制限時間はまあ放送内で終わらせていただいて。ないですね。そうですね。でももうあと20分ぐらいしかない。もうそうだね、早速飲んじゃわないと多分間に合わないかもね。恒例のゲームで。恒例のゲームで。ゲームで、決めますか。うん、いきましょう。何でいきます。男気じゃんけん。
前回おとぎでしたね。前回その前がモノマネで罰ゲームでしたね。うん、今回何いきましょう。何します。何のゲームかな。いいですかね。そう何する何がいいかな。いいですかね。ちち多数決多数決もうフラグ立ってますからね。だいぶフラグ立ってますからね。あーけど、あーじゃあね、視聴者さんも交えてのなんかゲームがいいですね。それならね。そうですね。うん、もうね、遅刻からのこう来たらもう、ね、だいぶフラグ立ってますよ。じゃあ何がいいかな。遅刻はって聞きますか。ちなみに飲みたい人います。はいはいはい、はい、いないですね。まあ、そうかそうか。今一瞬ダチョウクラブのあれ早い。飲めるんだけど。そう、じゃあまあ、そうですね、アンケート取れますか。じゃあ、どうしてもいいな。誰に飲んでほしいか。そうアンケートなら質やめて。質はやめて、ほんとに死んじゃうから。頑張って買ってきたから質。神食いジーン、グイグイしないですよ、これはきつい、ほんまに。ほんまにきつい、これは。すいません、アンケートお願いしてもいいですか。じゃあ今からアンケートで、はい、視聴者さんの多数決で行きましょう。誰が、誰に飲ませたいか。これは相手多分実はみたいなことです。あー怖いなー、これはなー。入ってほしくないなー。誰出演にしようとか言ってる人やめてねー。怖い。出演に入れればいいの。飲めるんだけどね。まあ何本飲めるかですよね。でも、うん、23本でしょ。いけるでしょ。なんかその乳酸菌のなんかで23本以上絶対飲めなくなるらしいですよね、うん、最終は、うん、なんかね、気合でいけるのかいけないのか、体にね、気合本来飲んじゃいけない量なんでしょうけどね。あー、乳酸菌入ったりとかないですかね。飲みすぎてやるらしいですけどね。なんかお腹壊すとかっていうのは聞いたことがありましたよね。乳酸菌がこう溜まりすぎてなんか、ぐちゃぐちゃびっくりしちゃって。ナイトチューブ始まって以来のまさかのタクゲロ。やめてやめて。え、ちなみにみんなご飯食べてきました。食べてますね。食べてない。おえ、待って、よかった。危ない。え、翡翠。翡翠だよ。嘘でしょ。すごいマジでやばいっすね。あ、8% に見えた。88% ですね。やば、マジか、めっちゃ多いやん。じゃあもう、ひすいさん。マジでひすいさんしかないですね。ひすいさん以外の。マジか。開けましょうか。みんなで。ひすいさん以外の、みんなで。ひすいさんじゃなかったんだけどな。ストローでいきます。自分で買ってきて、自分で。ちなみに今日営業ですね。今日営業。今日営業。バリバリ営業。営業っすか。タクゲルはしたくないよ。いや、まさかの 0% だったんで。うん。ひすいさんのお店は今日はちょっと大変なことになる。トイレ1個予約席なんで。そうですね。1個予約した。予約した。マジか。動けないけど。こう見るとめっちゃ多いですね。交通に一回置いてみる。めっちゃあるやん。あ、ごめんなさい。すごい量が。テーブルヤクルトだらけやん。飾りボトルみたいな。あー、オッケー。安い飾りボトルですよ。あー、初めて見たな、ヤクルトの飾り系。最高級ヤクルトが。じゃあ一回ね、CM 挟んで、一回準備させてください。CM の準備してきます。はい。今3でからまた飲みます。それでは CM どうぞ。どうぞ。
オッケー、オッケーオッケー、飲むよ、失礼、みんなで開けてます、ね、うん、まんま、まんま飲む、全力で開けてるんで、みんなで、はい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 、あと8本ありますからねもう早速いっちゃいます、1本目、よっしゃ、いただきます、グイグイ、よし、こい、グイグイ、おいしいですか、おいしいおいしい、1本目は早いですね、こっからおいしいおいしい、普通にヤクルトおいしいわ、いけそうです、長い戦いが、これは余裕だよ、20本でしょ、お余裕余裕、うん、30ですか、30、30ね、お余裕余裕、変わんない変わんない、20も30も変わんないよ2本目、正直もうこの辺で苦しいの、オッケー、2本はいきます、みんな一気飲みしたことないんすか、ヤクルトこんな本数はないですね、1本単位はあるんですけど、3本目、よいしょ、大丈夫、まだ3本目大丈夫ですか、うん、余裕余裕、まだいける、まだいける、これおしっこあり、おしっこあり、おしっこ全然あるじゃん、あり、時間内だった、時間内だった、あー、ほんとほんと、トイレしたくなっちゃうからすぐ来週4本目ですね、来週いないでしょうね、うん、入院で病院でお届けする方やめてトイレで出勤したいわ別窓みたいな感じで、こう同時中継みたいな感じでもペースいいっすね、いいね、めっちゃペースいいっすね、うん、いけるこれ、本当にいける、もっとハイペースですごいことあれっす、6本目、6本目、あと4本で1箱です、このシーンを撮りたいですもんね、ねえ、シュールだなぁ、このなんか飲みづらいわ、なんかすごい、なんか隣にいたらコポ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 ってめっちゃいい音してる、いい瞬間ね、なってるなってる、今9本目、9本目早いですね、もう1箱減りますからね、うん、ここまででどうですか、余裕ですか、まだいける、おー、まあ変わんない、全然、イケメンは違う、イケメンは、まあ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 、そりゃね30分余裕でしょ、15本ぐらいから多分きつくなるんですよね、多分今何本、2、4、6、8、9、あ、次で10か、次で10ですね、10本目いきます、早くイケメン崩れてひどい、誰一人として応援してないですかアンチ多いなオッケー、もらえるイケメン期待、俺でも全然まだ余裕ありますもんね、うん、おーすごい、まだまだ、ケースすごいですね、は途端に来るんですかね、乳酸菌が来るのかな、暴れ始めんじゃないですか、まだ来てないけどな、うぅ行きます、放送終わった後苦しんでたら変わる、ねえOK OK、 なんかすでにもうなんかね上がってくるもの、なんかあれ流れないね、ヤクルトってここら辺で溜まってる今、まさかね、死因がヤクルトを喉に詰めたことによる、13本ただいま13本ですもう結構きついじゃないですか、半分でもまだ、でも考えようによってはまだ半分ですから、もう半分なのか、半分きた、半分15本 OK、勝負はここからです、ちょっと声が重たくなって、勝負はここからなんで、ちょっとね、あんまね、大声発したら上ってきそうで、あんま喋れない、これモザイクの準備とか大丈夫なんですか、あーでもちょっと苦しくなってきたな、あの、イッテQの宮川みたいになるんですけど、あーモザイクね、放送上で、すごいな、来週全員で謝罪会見になります、じゃあ逆に30本飲んだらどうします、みんな罰ゲームでいいですか、自分必須受けたんで4人でなんか罰ゲームで、あーいいっすね、次回罰ゲームで、あーオッケーオッケー、飲めたらで、うん、飲めたらね、飲み切ったらね、たら何しようかな、楽しみだな30本飲み切ろう、頑張って、30本飲めたらドンペリだな、あーぜひ入れに来てくださいふぅ30分飲んだらもう結構勢いがねすごいわ
来てます。だいぶ来てますね。結構来てる。えらい、ちょい残しがないですね。全部飲み切ってる。あ、味にね、飽きちゃうよね。今16本。もう1リットルいってるってことでしょ。だってそうですね、もう1リットルいってますね。すごいよ、結構すごいよこれ。うん、結構すごいと思う。いけちゃうんじゃないですか。なんかグラスに移した方がいいかもしれないですね。これがいい、これがいい。この感じで。ああ、もうワイングラスに移してみる。あ、無理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 、やめて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 。どれ死んじゃう死んじゃう。もうそれ見たら、ね、多分死んじゃう。これだから多分生きてるんだと思う。メンタルを壊すんだ。メンタルからやられちゃうから。ちょっとね、一本一本飲んだらね、ふーってしないとダメなの。一呼吸入れないとダメなの。ちょくえぐいコメント来たね。味に飽きたらテキーラ入れる。テキーラ、嘘でしょ。前回じゃん。あと13本ありますからね。ただでさえ人体に影響が出る量を飲んでますからね、今。表情がいい顔してます。いい顔になってきてる。時間ないよ、終わる。やばそうですね。まあ、あと、すごい悲痛の叫びがもう気合で、うわー、ぐるぐる来てるよ。これ20本目かな。これ20本目ですね。20本目ですね。あと10本になりましたね。いやー、いい顔になってきた。こっからあと10本頑張れ。すごい、みんなちゃんと応援に来てますね。こっからです、こっから。乳酸菌暴れてる。あと3本飲めばいいんでしょ。あと3本で一般レベルでしょ。一般レベルですね。一般レベル。オッケーオッケー、なるほどね。うん、まあ、一般男性はねえか。きついきつい。ここで、あ、今出た、今出ちゃった。超本音出た。出ちゃった今、素の声出ちゃった今。あ、いけるいける、余裕余裕、うん、余裕だよ、いけるよ、ほんとね。うわ、すごい ね勢いで、もうゲップがすごい。自分に言い聞かせて。何やね、演技ですか。まあ余裕っす。23だな。すごい。まだまだいける。これでも一般でも飲んでる人まあまあすごいっすよね、ニューさんも。こう見てたらね。確かに。すごい。こんなにヤクルトが大きく見えた瞬間ないですもんね。毎朝あんなちっちゃく見えてる、これが。500ミリのペットボトルみたいに見える。オーケー。オーケー、頑張れ頑張れ。余裕余裕。テキーラ23杯でどっちがきつい。お、ペース上がってきたんですか。5分じゃないですか。ここに来てつらいんじゃないかな。テキーラのやばいか。腸内めっちゃ綺麗だね。綺麗レベルじゃないでしょ。23終わりましたか。で今これで23一般ですね。一般は超えましたね今、うん、まあ、歌舞伎町のやっぱホストとして舐められちゃうとやっぱりさすが、やっぱり日販よりは飲めるんだぞっていうのは。まあ。すごいもうね、隣でお腹ギューッて言ってる。でも僕らしか伝わらないと思うんですけど、隣のお腹がすごいなんかギューッて言ってるんですよ。お腹めっちゃ腸内すごいもう綺麗になる。暴れ回ってますよ、乳酸菌がね。仕事しすぎた。時間そんなないですよ、もうせかさないでよ。待って待って、行きたいんだけど。あと5分じゃない、行かないんだよ。いやいやいや、せかさないでよ、もうラスト3分が勝負する。うわー、やばいやばい。もうあと6本あるんで、うん、これやばい。今日1本ぐらい飲まないと。えぐい今どの辺まで溜まって、どの辺まで来てんの。もうギリギリやん。もうやばいですね。行けて2本みたいな。あー、いった。一般を超えましたね。24本、うん、一般はとりあえず超えましたね。きた。うん、実際すごいと思う。これなんか、でも 1.5 結構笑えないです。結構笑えないです。あと5本っす。いや、でもすごいっすね。あと5本。このレベルでいってはすごいっすね。角度が下がってきた。いや、違うんですよね。自分で飲みやすい角度をやっと見つかったっていうわけですよね。喋れなくなってる。あと4本。
張れ、いけるいける。あと何分ですか。あと放送あと何分だ。あと3分。いける。あと3分。いけるいける。3分で4本あるんで50秒とかで1本飲めば。いやこんな表情初めて見ましたもんね。すごい貴重な絵ですよこれ。あいらっしゃいませ。1分前です。1分前で行っちゃうっていう。放送終わったらじゃあこれみんなで美味しくいただきましたよっていうのもちょうど4本あるんで捨ててないで、ね、ちょうどね。あえて残してくれたりして。そうね、こうなった瞬間にああ消えたー無我の境地。いやでも26本ですね。なんか結構すごい今トイレでうえーっていう。もうでもみんなの声だけ消してあげてほしいですけどね。大丈夫なんでしょうかねこの後。いやもう仕事なんですけどね。次あたりもうちょっと違うマシな企画を、そうですね、楽しいですね。この企画ちょっとやばいですね。ちょっとシビアなし。こっちいじめてるみたいですよ。楽しい企画にしましょう。ね、スイーツとか。次はまた、そうですね。次はなんかこのグロい系じゃない感じで。絵面のいい映像。そうですね。また来週。まあちょっと、翡翠さんがいないですけど。また来週。ありがとうございました。ありがとうございます。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、腹くったり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。